イーア八十修理を終え、帰還するイーア十一号機、二百二十七号機、イーア八十は、ルーマニアのロームーナシャブラショフ工場が開発し、ルーマニア空軍で運用された戦闘機、ルーマニア発の単用戦闘機である。九百三十年代後半、ルーマニア空軍は、戦力の近代化を進め、ハリケーンや h e 百十二などを輸入すると同時に、 ポーランドの P24E 戦闘機のライセンス生産を行った。一方で、風雲球を告げる欧州情勢に対し、1938年にルーマニア空軍はイーヤに対してライセンス生産中の P24E を元にした新型戦闘機の開発を依頼した。イーヤは P24E の機体を流用し、エンジンもライセンス生産中のグノームへオヌ社製 14K を用いて、 試作機を1940年末に完成させた。E やマイナス80の名が与えられた試作機は試験飛行の後、ルーマニア空軍によって採用され、開発開始からわずか3年後の1941年12月から量産型の引き渡しが始まった。機体は、胴体後部、尾翼、主翼外翼を PZL-P24E から直接流用した。しかし、 高翼単葉の PZL-P24E に対して低翼単葉で引き込み足を有するなど設計ははるかに近代化されており特に風防には曲面成型のプレキシガラスを用いていたエンジンも原型より強力な940馬力を発揮するノームローン 14K のライセンス生産型 e a 1 4 k 3 c 3 6を装備し性能は大きく向上していた 武装は強力で、機種に 7.7mm 機関銃を2丁、主翼に 20mm 機関砲を2丁装備し、主翼には最大 200kg の爆弾を搭載できた。1941年6月に始まった、ナチスドイツのバルバロッサ作戦には、ドイツ国防軍と共に、ルーマニア軍も参加したが、航空戦力の旧式化と、多種多様な機体の混在で整備に難があることから、 12月には、ルーマニア空軍機の日本国に撤収した。そして EA-80 と、新たに導入した BF-109E に再編成されたルーマニア空軍は、再び、ソ連戦線に参加し、赤色空軍に約、約 -9 やら -5 の現れるまで、地上攻撃や制空にある程度の成功を収めた。さらに、急降下爆撃機型の派生型として EA-81、81 も開発され、1942年から1943年にかけてインヤマイナス80と並行して製造され、合わせて461機が配備された。1943年夏には約60機のインヤマイナス80が首都ブカレストと東ヨーロッパ最大の油田地帯であるプロイエシティの防空任務についていた。同年8月1日のタイダルウェブ作戦では、 北アフリカのベンガジから離陸したアメリカ陸軍航空隊の B-24 が177機の大変態でプロイエシュティに飛来したが、濃密な対空砲火に加えて50機の E やマイナス80と30機の BF-109E がこれを迎撃し、54機を撃墜する大戦火を上げた。これを受けてソ連戦線の数個飛行中隊が急遽本国に、 戻され、連合国による戦略爆撃に対して迎撃を行った。1944年6月、ついにソ連軍がルーマニアに進撃する一方で、ルーマニアに駐留していたドイツ軍は早々に撤退を始めたどころか、突如ルーマニアに対する爆撃を開始した。ルーマニアはソ連と講和を結び、8月にはドイツに対して戦線復刻した。 約100機のマイナス80とマイナス81もドイツ軍に挑んだが、時速 650km 以上の最高速度を、有する BF-109 や FW-190 に対して、分が悪く、もっぱら地上攻撃に投入された。第二次世界大戦後も、複座の練習爆撃機に改装された機体が運用され続け、1952年に、 ようやく最後の一機が退役した。変態を組むいいやマイナス80。ありがとうございます。